再生回数がやっぱ増えていくと、はい、もうこんなに興味を持ってくれるんだとかね、解説とかこう、これからの仕事にちょっと足せるかなみたいなところもやっぱあって、しょうがないなって思い始めたのもやっぱり自分がある程度年いってからですからね。どこ投げてんだよって、はい、キャッチャーとして割り切るしかなかったところで、うん、江川卓の高され。谷繁さんといえば現役27年間で、はい、3021試合出場で、これは日本プロ野球の最高記録なんですが、はい、やっぱ現役を長く続ける秘訣だとか、まあ、どういうところに強い的だとかありますか。まあ、そこに目標を持ってやったことは一度も、あ、一度っていうか最後の最後は、うん、あ、その野村さんが、はい、僕の前に記録が試合数があったんですけども、はい、まあ、最後1年2年はもうその数字が見えてたんで、うん、もうそこを目標に最後はやったんですけど、うん、その前はそのじゃあ何年現役をやろうとか、じゃあ何試合目標とか、まあ、そういうことは一切考えてなくて、最初に入ったのは太陽ホエールズ。太陽ホエールズに入ったんですね、はい、そうです。太陽ホエールズに入られて、はい、正捕手がいましたよね。すぐ出たわけじゃないですよね。試合は1年目から1年目80試合一応記録はあるんです。すぐ使ってくれたっていうことですね。そうですそれは相当やっぱり期待されて、本当は正捕手がいるわけですもんね。もともとその前年の正捕手だった若菜さんが正捕手だったんですけども、はいはい、僕が入った年の3月に日本ハムにトレードで出されたんですよ。あ、なるほど。で、まあ、太陽自体が、うん、まあ、僕をドラフト1位で取ったんで、うん、まあ、将来的にはレギュラーキャッチャーにして、うん、まあ、やってもらおうっていう、まあ、そういう多分形っていうか考えがあったと思うんですね。そこだから最初から出れたっていうことですか。そうです、はい、最初、まあ、高校から入られたんだから、はい、プロのピッチャーの球っていうのを取ってみてどうだったんですか。受けることに関しては、はい、あまりその苦に感じなかったですね。スピードであったり、まあ、あの変化球のキレは、うん、あ、やっぱりちょっと何ですかね、自分が予測しているところよりも外れた時の反応っていうのはやっぱり追いつかなかったです。それはストレートはあんまり感じなかった。ストレートは感じなかったです。よっぽどじゃあ高校かなんか速いピッチャー受けてたってことですか。いえ、140キロ以上のピッチャー受けたことなかったです。いや、その才能としか言いようないんですけど、はい、すぐできるんですか。キャッチャーってみんなよく一般の方からね、はい、よくあんな怖くないねとか150キロよく取れるね、うん、言われるんですけど、うん、キャッチャーってただ来るだけだから待ってれば来るんですよ。まあそうですけどねだから横から、ね、こう来るものをこう取るわけじゃないんで、うん、来るものを受ける止めるだけなんで、うん、スピードがいくら速かろうが受けれるんですよ。はあ、はい、ストレートは。なるほど、ストレートはね、はいはい、それはだから普通のストレートですよね。え、160、まあ、160でも、まあ、そのタイミングが合うまではもしかしたら何球かかかるかもしれないです。あのタイミングっていうのはこのこうあるんですよ。その取るタイミングっていうのが、うんうんうん、ミットの中に入るタイミングっていうのがあるんですけども、はい、多少ちょっと最初はやっぱ遅れるかもしれないんですけど、うん、何球か取ってるとタイミングを絶対合わせれるようになるんで、うん、そうなったら大丈夫。キャッチャーって両方のミットがあって、すごく音をするミットを使う方と、はい、柔らかいミットを使う方といるけど、どっちを使われるんですか。はい、僕は、どちらかというと硬めかな。音がいい方ですね、はい、僕好きなタイプです、はい、僕最後の頃って年間4つ使ってたんですよ、ミット。おレギュラーでずっと張ってる時っていうのは、はい、まず前半2つ使って、はい、後半2つ、はい、だから4つ使ってたんですけど、はい、ちょうどいい硬さっていうのがそれぐらいしか持たないんですよ、自分の中で。分かります、分かります、はい、だから柔らかすぎるともうダメなんですよ僕。あ、好きじゃないんですよ、柔らかになるのは。はい、うまく入ってこないんですよ、ミットの中に。柔らかすぎてもダメですね。あ、ボールが動いちゃうってやつですね。そうなんですよ、ミットの中でグニュッと動くのが嫌なんで。なるほど。キャッチング上手でしたもんね。あれなんですよ、かなり見ててうまいなと思いました、はい、あとショートバウンドの取り方とか。あ、もう両方ともかなり練習させられた。キャンプでよく映像で映ってましたもんね、はい、相当絞られてましたもんね。まあそのね、試合数をそこに設定したっていうのはやっぱり最後の 1,2 年だけで、あとは、まあ、やっぱり今やらなきゃいけないことをやった時期から
2、3年先を見据えた体作りをやって、うんうんうん、それの結局積み重ねでしたね。どこも故障なかったんですか？一回肘をちょっと一瞬痛めたり、うんうん、あとは、まあ、怪我って言ったら、まあ、あばらを2回骨折して、うん、腰を1回手術して結構やってますよそれ、はい、で、40過ぎた時に靭帯を1回やって、はい、はい、でもそんな風に見えなかったらすごいですね。見せないでやってたっていうか。そうですね。まあ、弱みを見せるのは僕は好きじゃなかったんで自分は。リード見ててそういう風に映ってましたよ。そうですか。こっちは解説の方から見てましたけど、はいはい、でやった中でこのピッチャーはいいピッチャーだなっていう方もしいたら名前を出していただくと。受けた人で言うと、はい、まあ、横浜時代だとやっぱり佐々木さんですよね。出来上がった時の佐々木さんというのはやっぱり佐々木さんいくつ一つか二つ上ですか？僕の3つ上ですか、はい、でも入団は僕が1年早いんですよ、うん、大学でなんで、はい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 、まあでも僕はもう全然その時ダメでしたからまだ正捕手じゃなかったんでね、うん、何年かかかった後に自分が正捕手になって受けた時の佐々木さんというのはまあやっぱりストレートも角度もありましたし、うん、スピンもありましたし、うん、でコントロールが良かったですねストレートの、うん、みんなやっぱりフォークって言うんですけども、うん、僕はやっぱりストレートのコントロールっていうのは佐々木さんすごかったんで、うん、その同じ時期に森田幸喜さんっていう、はいはいはい、亡くなったんですけども、はい、あの人はシュートを覚えた時のシュートはもうすごかったです。あ、はい、もう困ったらシュートを出しておけばいいかなみたいな。あ、でもそればっかり行くわけにもいかないんで、うん、多少違うボールを使いながら、うん、でもまあシュートかなみたいな、うん、はい、そういうボール1個あると強いですよね、はい、キャッチャーがね、困った時に出せばいいって言ってたね、はいはい、でドラゴンズに行って、まあ、川上健進とか岩瀬、まあ、その後だったら、まあ、吉見であったり浅尾であったり、うん、まあ、本当にいいピッチャーに、まあ、まあ出会ってたんじゃないかなと思いますね。楽しいですか、やっぱりそういうピッチャーでやってると。そうですね、うん、はい、みんなそんなわけじゃないんで本当数人じゃないですかそういうのって。だから面白さ2割8割くらいは、うん、言ったとこ投げないしね、はい、まあそれはねなかなか来ないですもんね。それはしょうがないです、うん、だからそれがしょうがないなって思い始めたのもやっぱり自分がある程度年いってからですからね。最初の頃はしか投げろよとか、なんで来ないんだよって、俺が一生懸命考えて出してるのに、そうです、どこ投げてんだよって思ってましたよね、はいはい、若い頃はね、はい、それはだんだん許していけるんですね、はい、徐々にですね、徐々に、はい、ピッチャーってあそう緊張するとこ、はい、違うとこ投げちゃうんだなってなるわけですね、はい、だからまあ、自分である程度描いた、まあ、攻め方っていうのから、うん、絶対外れるじゃないですか、うん、だから外れたところからもう一回組み直せるようになりましたし、監督でいろんな監督やられたけど怒った監督いませんか？ピッチャーなかなか怒らないでキャッチャー怒られるじゃないですか、はい、いやいましたよ、まあ、須藤さん、うん、まあ、怒られたっていうかまだ僕も、20歳、20、21、22この年代だったんで、はい、須藤さんは、はい、だから、まあ、怒るっていうよりも、まあ、とにかく教えてもらったいろんなことをね、うん、そんな感じでしたけども、うん、でその後大谷さんがバッテリーコーチで来られて、うん、で3年間、バッテリーコーチで96年から監督を2年やられたんですけど、うん、その時に東京ドームでピッチャーにホームランを打たれたんです、はい、誰が打ったんですか？石毛でしたね、あ当時石毛、はい、もうやられたってもう思ってるわけじゃないですか、うん、でやっちゃったなと思って、うん、ベンチに帰ってでパッとベンチ見たら、うん、大谷さんが鬼の形相で、うん、やべえ相当怒ってると思って。大谷さん結構怖いんですよね。ね、はい、相当怒ってると思って、うん、パッて言ったら大谷さんに茂って言われたの、うん、茂、はい、こっち来いって言われて、はい、東京ドーム のベンチの裏スイングルームあるじゃないですか、はい、あそこに呼ばれて、はい、ブッと骨折されました。げんこつですね。その一度きりです。げんこつですよ。はい、げんこつです。もう時効ですから。うん、はい、まあ、でもその時に、その年2本目だったんですよ、ピッチャーにホームラン打たれたのが、はい、でもうとにかく油断するなって言われたんですよ。ベンチから見た僕がどっかに隙があったんだと思うんですよね。それはピッチャーなら早く終わして変化、まあ、なんか次のこと考えたりした、はい、だと思うんですよね、うん、結構残ってますね、はい、ね、そういうのってね、はい、
でもこうやってお話聞くと真面目な方ですよね。うん、真面目だと思う。だから内心は分からないけど、お付き合いしてないからあ、まあ、あのやんちゃなとこもやっぱり自分は ありますから、うん、それはもういっぱい、ね、遊びにも行きましたし、はいはい、例えば寝ないで試合やったとかってあります？ あります。はい、やっぱありますか？何歳の時かな。あれは言っちゃっていいんですか、それ？まあ、全然大丈夫ですよ。太陽時代ですから、うん、もう相当前ですもんね。もう、はい、もう30年前ぐらいですから、うん、そういうのって30年したら言っていいんですか？今 YouTube いろいろ習ってるんで、まあ、全然大丈夫です。30年だったら言ってもいい？はい、まあ、大丈夫です、はいはい、分かりました。大丈夫です、はい、僕らが最初言ってたのはクラブなんですけど、はい、お酒を飲む方、お酒を飲んで女性がいらっしゃる。そうです、そうです。クラブですね。じゃなくてクラブの方なんですよ。クラブってのは踊るやつですか？はい、あの音楽を聴いて、音楽を聴いて、はい、まあ、踊らない。酒を飲みながら。僕は踊らない。踊らない。聴くのが好きだったんです。すごくすごい大きな音で音楽が鳴ってるクラブってやつですか？そういうところでね、はい、行ってて、はい、朝まで。朝までやってるんですか？やってるんですよ。はで朝6時半か7時ぐらいまでいて、はい、で8時半球場入りなんで。デーゲームですね。そうです金曜の夜。デーゲームですね金曜の夜、ナイター終わってそのまま行って、はい、でそのまま寝ずに次の日のデーゲーム行って、はい、まあ、その時まだレギュラーでも何でもなかった。でも途中、はい、その日はスタメンじゃなかったんですよ、次の日は。それ知ってたんです？知ってたんです。スタメンじゃないなっていう。でも途中から出場は多分あるかなっていうところで準備はしなきゃいけないんですけど、はい、ベンチの中で寝るのを我慢するのが大変でしたね、その時は。バットかなんか持ってこうやってやったのね何回かありますね、そういうのは。ありますか、はい、僕ないですね、寝ないで。ないですか？ないです。プロでは。あ、プロではですか、30年経ったから。はい、そうですね。言っていいんですよね、はい、大丈夫です、大丈夫です。あの、プロではないですね。寝ないで投げたってないですね。でも、あの、やっぱりレギュラーになって自分が、まあ、やっと慣れたなと思ったあたりからはもうそういうのは一切やらなくなりました。うん、ちゃんと、寝る時間もある程度、その7時間から8時間は必ず寝てその1日のこのサイクルは同じようにするようにしてました。はい、あの、一個ちょっと専門なことを30年経ったんで聞いてもいいかどうかなんですけど、はい、スコアラーから情報が来ますよね、はい、試合前に、はい、で自分が持ってる情報があるとしますよね、はい、それどうやってこう照らし合わせてリードするんでしょうか？はい、レギュラーになってからは、はい、スコアラーから長所弱点、はい、で、前のカードの結果とか、はい、2つ前ぐらいのカードの結果が全部来るんですね、はいはいはい、映像が流れてて、はいはい、で自分の中に残ってるそのバッターの映像ってある。僕はずっとあるんですよ、はいはい、だからみんなはセンターカメラから見るんですけど、うん、僕はキャッチャーからこっちから見るんで。逆ですもんね、はい、だからバッター、うん、左バッターがこっちです、うん、で右バッターはこっち、うん、で、言えば、まあ、阿部慎之助が今度は打席に立ってます、うん、このじゃあこのピッチャーでここにこういうふうに来たら阿部慎之助はこういうふうにバットを出してくるっていう映像がもう僕の中にはあるんですね。キャッチャーってバットがプーッとこう打ってるの見えるんですか？見えます。ここか見えます。ここは出てくるところがここにあるんですよ、はい、でそのバットの出方が今どういうふうになってるのかっていうのを映像を見ながら確認をして状態がいいのか悪いのか、うん、だからその例えば結果が出てても、うん、結果ヒットを打ってて3割打ってても、うん、バッティングの状態が悪い風に僕が取れば、うん、自分でそっちの攻めにします。なるほどなるほど、はい、あのランナーいてもその攻めでいけるなという判断するんですね、はいはい、それが狂うことはないですか？いや、ありますよ、もちろん。ピッチャーだったら信用できないじゃないですか。そうですほとんど思ったとこ来ないわけじゃないですか。 そこのあれってどうやってやるんですか？ピッチャーが幅は持たせてます。あ、はい、来なかった場合、はい、場合、はい、うん、そこは難しいですよね。そうですね、自分の映像があってデータがあってピッチャーが大体思ったところがあんまり来ない、はい、だそこはもうキャッチャーとして割り切るしかなかったところで、うん、だからそこはあんまり追求してしまうと、まあ、若い時はやっぱりそこに投げないとやっぱ勝てないよとか、うん、勝てないだろうとか、まあ、強い口調で言ったり、うん、しっかり投げろよとか言ってましたけど、まあ、ある程度僕も経験を積んで、まあ、結構それもやっぱり35ぐらいからですよ、うん、そういうなんかことになったのは自分は。なるほど。だからあの自分の中でこの試合中の余裕ができてきたっていうか、あの試合途中にもう一個ちょっと聞きたいんですけど、キャッチャーがマウンド行くじゃないですか、はい、何言うんですか？もう一般の方は多分知りたいと思うんですよそうですね、ピッチャーによりけりです。
一番多く言うのはどういうんですか、性格によって、まあ、弱いピッチャーとか、はい、強気のピッチャーとかいるけど、はい、一番言う言葉が多い言葉って何ですか、しっかり投げろですか。あんまり言わなかったですね、僕はしっかり投げろ。夜ご飯の話とかしない終わったら何食べれるぞみたいな、それもしてないですね。それもやらない。はい、なんか間を空けに行って、うん、まあ、頑張れよみたいな、うん、ただ来ただけだみたいな、はい、そういう時もありますし、であのフォームでちょっと気になったところ、まあ、自分のところのピッチャーを僕はいい投げ方と悪くなった時の投げ方っていうのをインプットしてたんですね、うん、しようとしてたんですね、うん、で悪くなった、あ、今日ちょっとここはちょっと違うなと思ったらそこを言いに行くんですか、はい、肩のラインちょっと落ちてるぞとか、そうですね、もうちょっと上げてくるとか、はい、とか肘がちょっと、ま、ね、いい時よりもちょっとだけ下がってるとか、ちょっと上げた方がいいんじゃないかな。じゃあ技術的なことをやっぱり言ってるってことが多いんですね。はい、そうですね。うちの、 同僚で全然関係ないのに来る人もいたので、はい、試合中にちょっと聞いてみたんですよ、はい、試合中に7回ぐらいとマウンドに来る、はい、もう頑張れよっていうのが普通ですよ、はい、食事の約束してんだよって、間に合わないからお前早く投げろよってこんなん試合中に言います。全然試合に関係ないで来る人もいるんで、ね、僕が入った頃って何回でも行けたじゃないですか、キャッチャーって。あ、そうでしたかね。そうなんですよ、行けたんですよ、はい、でもう最近3回しか行けないんで、1試合に3回しか行けないんで、はいはい、だからまあ、本当に何て言うんですかね、なんか伝える時じゃないと使えないんですよね今。うん、はい、昔はそのバッターの間を外すとかっていうことでわざわざ行ったりしたんですよね。はい、でまあ、サインがちょっとこう合わなかったらすぐ行ってサイン確認したり、うん、そういうことはできたんですけど昔は、うん、最近できないんで、それが。入ってきた時ストレートはそんな速くない、うん、フォークも大して落ちない、うん、これどうやってやろうかなって正直思ってたんですよ、初先発の時に。前が生きる道はゴロを打たしてアウトを取るしかないと、うん、でも江川さんバッティング好きだったんじゃないですか。バッティングは良かったんですよ。そうですよね、はい、まあ、本当はピッチャーよりバッターやりたかったぐらい